ちょっと不思議な感じ。本当に不思議って手に使えるんだ。本当。さあ、カオスマイスター対、レオナ選手の第3戦となります。いや本当に矢島さんのバグ怖かった。本当データ消えるとこだったぞ。いや危なかったですね本当に。あのエラーの数何だったんだよ。逆にあれだけいじったのかな。もっといじった気がするんだけど、嘘言わしゃないって怖いよ。ルール決めていいよ。はい、ノーマルルールで。ノーマルルールで。あんなに怖い怖い出ない。あんなに怖い怖い出ない。どうはい、家族は本社ビルテーミンの矢島です。お疲れ様です。はい、シュリー商事、筋トレ頑張れ、はい、すみません、お疲れ様です。カルビスソーダ、はい、すみません、お疲れ様です。これでいいや、これタイミング国際からだったよし、オッケー。でも自分もちょっと前回と私若干変えます。変えた？うん、前回若干メンツを変えます。多少だけど変えました。よっしゃじゃあ第3戦、さあ、じゃあ矢島さんのパーティーは、うわ、なんやこれ。もうわからないですねもう法則性がないですよね。だってなんだこれ、あれ、あちょっと待ってよ。でもね、弱点めちゃくちゃ被っ、これいけるなもうこれあら積んだか。どうすかね、先手貴重だからな。ちょっと相手これパーティー的に多分俺勝ったよなんか前回の方がこれいけたな俺。そうですか。うん、ちょっとこれはですよね。うん、うーんちょっと運ですね。もう直感でな。うーん、タイプかぶりがだってさ、すげえよ。格闘弱点が1、2、3、格闘半減させるやつが一匹もいねえじゃん。あと14秒だよ。お感動します。いやでも今出てるツンビアとか、なんかデスバーンか、これは次にダイマックスで使うんです。おただのあれなんですよ。一応この2匹 4D です。おぉ、4V か。一応。うわ、不審者来た俺の上げたオーロンゲ。おぉ、ええやんけ。おぉ、うん。なるほどね。どうすっかな、これ。でもな、なんかな。いや。さあ、いや、これで。ニューファイト。ニューファイト。オッケー。マジか。優勝。当たった。マジか。これも止まんねえぞ。やばい。マジか。どうすかな。危ないぞ。あれか。ちょっと引こうか。どうすかな。引こう。あえて。自分は向けの意地間違ってるわ。
田島さん、飛行タイプじゃねえぜ、ネギネがないと。あれ格闘だよ。マジですか。けど、また叩き落とす。マジか。急勝。うわ、しまったから。ゴーストダイブ。ゴーストダイブか。じゃあ、これでいいや。いいかい、ね、橋本さん。これが交換読みって言うんだよ。相手のゴースト技を半減で受ける悪タイプのバンギラスを出すことで、ダメージを極限まで抑えるという。これが交換だよ。矢島さんの癖って俺さっき分かったって言ったじゃん、はい、絶対に交換をしないっていう、それすなわちめちゃめちゃ弱い行動なんだよね。あー、よーし、じゃあこれだな。俺はもう切るよここで。それはね、それ交換しないで戦うっていうのが通用するんです。コンピューターはまずで。対人戦でそれやったら勝てないって。ダイロック。ドーン。さあ、勝利のカルピスソーダ、うまいわ。さあ、最後。最後、どうせインテリオンでしょ？インテリオンじゃないですよ。お、違う。ソーダコング、やばでもね、バカ力から確か耐える調整だと思ったんだよね。まあ、そっか、そう。え、矢島さん、それミスだぞ。多分格闘技打ったんだよね。ダイナックルってバカ力からの威力より落ちるからね。あれダイナックルって90になっちゃうから、バカ力から威力120だけど。もしかして多分やっちゃう。やっちゃってるよ。やべえ。それミスだよ。やべえ、前回のバイウルと同じ結果だった。やばい、そうだ。耐えるぜ。バカ力だったらもしかしたら倒せたかもしれないかったね。で弱点保険が発動。そしてこれ前回のデジャブじゃん。マジか。ダイバーン。ああ、そういうことですか。今回のパーティーはちょっとあれだったな。ちょっとあれですね。あ、まだ生き残ってた。しぶとい。さすが俺が上げたやつが耐久あるな。まあ、どうやっても俺の勝ちだもん、大ワン。OK。バンギラスは倒されたけど、よし、キラリンチョ出してあげるから、キラリンチョ。では、そう、光り輝くリザードメだよ。じゃあこれでフィニッシュだな。リザードの方が素早い、早いからどう考えても引きだるまじゃん。技が全部今一つだし、もうどうしようもね、今一つじゃん。まあでも、さすがにストレートも分けてなんなかったからいいですよ。まあね、うん、うん、ちょっとまあ、うん、一心報いてからいいかな。でもちょっと、うん、うん、よし、じゃあもう一回やろう。うん、いや、完全にタイプを質問してた。今回はね、ちょっと問題なかったな。くそー、入ってる口口じゃなかったですけど、2580で、もう分かりやすかった。でもまあ、さすが俺が育てたポケモンだ。
大バーン耐えるね、やっぱね。耐えましたね。うん。やっぱ最高、6V の。シェリー少女、くたばれ頑張れ、くたばれ。